友達バイバイ。あの、すいません。いらっしゃいませ。ここは友達から家族までの幅広い人間関係を売買できるショップ、フレンドバリューでございます。こちらのサイトで友達が買えるって聞いたんですけど。もちろんです。売ることも買うことも可能です。本日はどういたしましたか？あの、私、友達を買いたいんです。承知いたしました。どなたとお友達になられたいのですか？どなた？もちろん友達になれるのは現実に存在する方のみです。こういう感じの友達がいいというオーダーではなく、指名制となっておりますので。じゃあハリウッドスターと友達になることもできるんですか？もちろんですよ。ただ親密度、顔見知りでのスタートでも10億 RP の値がします。 RP？ ああすいません、このサイト上での通貨のようなものです。リレーションシップポイントの略です。 1RP イコール1円で販売しています。じゃあ10億円あればハリウッドスタート？ええ、顔見知りに。先日も会社の社長さんが買っていかれましたよ。すごい世界があるんですね。じゃあ清水瀬名はどうですか？清水瀬名、こちらは高梨由美さんの通う学校の生徒で問題ないですね。はい。12月12日生まれの射手座ですね。はい、多分そうです。こちらの女性とはどの親密度をお求めでしょうか？親密度？先ほどのハリウッドスターは顔見知りで10億円でした。親密度には顔見知り、友達、親友、恋人が存在します。ランクが上がれば上がるほど RP も高くなるわけです。なるほど。では親友だといくらですか？親友ですね。清水瀬名さんの親密度、親友の価値は250万 RP です。え？250万円？採用です。そんなに高いんですか？一般人ですよ。もちろんです。彼女は人間関係が広く、彼女と親友になればあなたにも同じく新しい人間関係が構築される。それだけの付加価値があるわけです。このフレンドバリューでは人間関係の広さ×親密度、これが当人の価値となるわけです。じゃあもし私と誰かが親友になろうとしたらいくらなんですか？査定しますか？はい、お願いします。高梨由美さんの親密度、親友の価値は15万 RP です。私はたったの15万円？悲しむことはないですよ。人それぞれです。慰めなくてもいいですよ。分かってますから。私はいわゆるスクールカーストの下位の人間です。学校で話す唯一の親友ももちろんカースト下位で、いつも二人でいるんです。交友関係も広くないし、そんなもんだろうと思いました。なるほどですね。私だって女の子なんです。何気ない会話してみたいなとか、女の子グループで誰くんがかっこいいよねとか、そういう話してみたかったんです。どうしても清水瀬名さんとの人間関係が欲しいわけですね。はい、一度でもいいから、偽りの関係でもいいので。そうであれば一つ方法があります。本当ですか？はい、清水瀬名さんの親密度、友達であれば15万 RP で購入できます。私の親友レベルと同じ値段？はい、
親密度はランクが一つ上がると桁が変わりますので、親友に比べれば安く買えますよ。でも残念ながら15万円なんて大金。ああもちろん現金で RP を購入しろとは申し上げておりません。え、ここは友達から家族までの幅広い人間関係を売買できるショップです。売ることもできるんですね。そうです。でも私の売れる人間関係なんて、あなたには一人親友がいらっしゃいますね。はい、先ほどお話しした学校で唯一話す親友です。月島光代さんとの親密度、親友の人間関係は15万 RP で売ることができます。それを元手に清水瀬名さんの親密度、友達を購入するのはいかがでしょうか。そんな、どうしよう。ご判断はお任せします。強要はしたくないので。あの、もし売ったら私光代とどうなるんですか。光代さんはあなたとの記憶を失い、あなたはただのクラスメートという認識になり、関係が顔見知りまでリセットされるだけです。私の記憶は、設計上弓江さんの中から光代さんとのこれまでの記憶を消すことだけができないのです。じゃあ私は関係を売った罪悪感を抱えたままってわけですね。そうですね。ただ罪悪感を覚える必要はないです。人間関係の売買は普通のことですから。そうですよね。一昔前は抵抗のある方が多かったですけどね、今じゃ普通です。それと一度関係を売ってしまうと買い戻すことができなくなります。もう元通りの関係にはなれないってことですね。さようです。ただし相手が関係を購入することは可能ですので、相手が関係を復元することは可能です。ですがその時は私は記憶がないので、関係を買われたことにも気づかないってことですね。ご理解の通りです。わかりました。では月島光代の親密度、親友を15万 RP で売って、清水瀬名の親密度、友達を15万 RP で買います。承知いたしました。ほんの少し目を閉じてお待ちください。